もうすぐに勉強を始めることを勉強法と参考書のマニアになって成績は上がってないってことがよくある。隙間時間をちゃんと使いましょうねって話、あとは科目をやっぱり集中させることを、そうなのだね、やればできるじゃなくてやってできたりするってことがすごく大事かな。ということで始まりました無敵チャンネル。さあ今回は中村先生においでいただきました。はい、どうぞ。はい、今回はですね、中村先生に、はい、高1、2世ですね、はい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 、いろいろね、カツを入れてもらうかわかんないですけど入れてもらうかなと、はい、やっぱ最近、まあ、僕も勉強し始めなきゃっていう思ってる人がいたりとか、はい、共通テスト、そんな難しいの、どうしたらいいの、不安だわっていう人も多いと思うんですけども、はいはいはい、そういう人たちにちょっとアドバイスをいただければなと思うんですね。なるほど、わかりました。そうですね、まずはもうすぐに勉強を始めること、もうこれが一番で、あと継続させることですかね。あ、なるほどなるほど。一日だけ頑張る人って結構いるんですよね。そうですね、はい、テストの一日前とかもそうですけど、はい、あとはその参考書とか、はい、なんか方法論とかめっちゃ調べまくるんだけど、うん、結局やらないまま終わるみたいな、いますね。本当に、本当に YouTube で検索しまくって、はい、教育系 YouTuber には詳しいみたいな、勉強法と参考書のマニアになって成績は上がってないってことはよくあるんで、ああ、なんとか山みたいなんで、いやいやいやそれこそそういうこと調べるより単語を覚える方が大事よって話なんですよね。あ、はいはい、ね、はい、まあ、なので毎日例えば1教科とかでいいからちゃんと継続して何かをやって成績上がるとこまでやりきるっていうのがすごく大事かなと思いますよ、ね、うん、そうですね、はい、勉強の習慣ある人とない人じゃ全然違いますもんね。であとは失敗しろっていう話ですかね。もう一旦要は試行錯誤した方がいいよっていう話で、うん、始めたての人ってやっぱうまくいかないんですよね、うん、例えば直前期にやる例えば1日10時間とか、まあ、やれるようになってる人って勉強始めたての頃ってそもそも10時間もできないし、うん、いや机に10時間向かうことはできるんですよ別に。だけど10時間フルで勉強することなんてまずできないし、しかもその効率はめっちゃうまくいってる時の半分以下だったりするんで、うん、全然やっぱできないんですよね最初って、うん、なのでその試行錯誤して失敗して改善してっていうことを繰り返さないといけないから、動かないとそこは分かんないところなんですよね。なるほど、そうですね、やってみる、はい、え、どうでした中村先生も、やっぱ最初はきつかったですか。うん、そうですね、僕なんかは本当に意味ない勉強をした筆頭人間ではあるん で、例えばその年号暗記で年号の数字だけ覚えて出来事一切覚えない参考書一冊作り上げるとかですね。どういうことですか。だから何年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 って全部言えるんですよ、はい、でも何起こったか知らないんですよ数字の列だけ覚えたんですよね。あとは英文解釈の構文の参考書で穴埋め式の構文の参考書だったんですよ、はい、まあ、だいたい1文に対して2、3語抜けてる、うんうん、その2、3語だけ全部覚えたんですよ。あ、なるほど。じゃあ構文が取れるようになるわけではない、なるわけでもないし、その構文が何を意味してるかもわからないっていう空書の赤字埋めただけなんで、マジで意味ない勉強でしたね。あ、なるほど、そういうの試行錯誤を繰り返したわけですね。そうなんですよ。最初の頃ってやりたくない人っているじゃないですか、はいはい、無駄を省きたいあまりにやんなきゃいけないことやらなくていいですかって質問をする人ってすごく多いと思うんですけど、はいはい、基本的にやんなくていいことってやんなくてもできるから省けるのであって、はいはいはい、できない人が省くのって自殺行為なんですよね基本的に。そうですよね、はい、単語帳やらなくてもいいですかとか、ね、数学って紙に書かないとダメですかみたいな。ああ、はい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 、いや書かなくてもいいんだけどね、書けるならっていう頭でね、もうメンタルでそうなんですよ。この質問には書けるから書かなくていいですかって人と、書けないけど書かなくていいですかって人がいて、うん、書けない人が書かなかったらやばいんじゃないっていう話なんですよね、うんうん、あと書けると思ってるけど実は書けない人もすごく多いから、はい、書いてみた方がいいかなとは思いますよね。うん、そうですね、はい、それはあると思いますね、はい、英語の正常問題で数字しか書かない人ね、はい、あれも本当に英語できてんだったらいいですけどね、実際書いてみないと分かんないよっていう時よくありますね。であとありがちなこととしては、いっぱい時間を取らないと勉強ができない人っていうのは結構いるんですけど、隙間時間をちゃんと使いましょうねっていう話ですね。なんか例えば部活やってて時間が取れないんですとか、一日の課題が終わらなくてやる気がなくなっちゃうんですとか、翌日以降課題に追われちゃうんですみたいな結構いると思うんですけど、10分15分の間でも完結する作業をちゃんと見つけてやっていくっていうことがすごく特に現役生なんかだと大事かなと思います。めちゃくちゃ思いますね、はい、本当に自分自身もやっぱそれができるようになって、はい、効率が一気に上がったっていうのがありますね、はい、だからそれってその時間だった
ったら何ならできるかとどれぐらいできるかっていうのをちょっと見分けておくのが大事かなと思ってて、例えばその移動時間の電車の中でやれることって、まあ英単語とかならできるじゃないですか。 でも数学の問題をてか電車に乗って紙に書いたりはできないじゃないですか。解説読むとかだったらできると思うんですけど、だから空いてる時間にやることは何かっていうことをちゃんと考えるのが大事かなと思います。はい、なるほど、そうですね。はい、でやってました何かな、この人たち。僕自身は、僕より本気でやったの浪人になってからなんで、僕1日1冊持って1冊全問正解するまでその日ずっと何時間でもやるっていうのをやってたんで、ただそれを追求するあまりさっき言ったようなやり方になっちゃったのがあったんで、早く終わらしたいからって単語帳とかを1日1冊でターゲット前半終わらしたいとかやってたんですけど、でもその結果抜けが早かったですね。なるほど。あれはやってなかったですか？僕の友達は面白かったのが、面白かったって言っちゃいけないんですけど、間違ったらもう最初の問題に戻るっていう。ああ、それはやってないっすね。はい。やばいなと思いましたけどね。僕は、まあその時は、もう僕も全然勉強できなかったんで、はい、わあ、すごいっていう感じだったんですけど、それ、今考えると1問目何回解くんだっていう。そうなんですよ。だし、それですね、できるところで気持ちよくなってるだけなケース結構多いかなと思うんですよね。うん、だから結局その人間できる方しか見たくないから、それやってる時ってやりたいのってできる方なんですよね。なるほど、そうですね、確かに。だから間違えてる方が結局薄くなるっていうふうになって、で時間足りなくなるからだんだんこう雑になっていって、はいはいはい、どこに被害が来るかってできてない方なんですよね。そうですよね。できてる問題何回も解いてできてないやつ、はい、ちょっとしか見ない、はい、そうなんです。45問中5問間違えてんだけど、その40問は毎回正解してるから、これをできてるからいいやって言って、そのできてない5問をできてる方に見なして飛ばしたりするとかよくあるんですよ。はい、なるほどなるほど、そう、危険ですね。はい、まああとは科目をやっぱり集中させることですかね。まあ文系なら英語、理系なら数学最優先で、まあ、国公立だったら英数できれば両方やっておきたいかなって感じですけど、他は正直よほど日本語ができなかったら現代文やるかぐらいで、もう英語と数学だけでいいと思いますけどね。そうですよね、やっぱり英数は大事ですよね、はい、根幹となるものですからね。正直受験になってからでも理社とかは全然追いつくケースザラにあるんですけど、結局英語と数学の初期に空いてた差が埋まらないまま終わるってケース割とありますよね。本当そうだと思いますね。はい、僕結局やっぱ現役時代は英語が全然でね、はい、ダメでしたからね。大体みんなが避けることって同じなんですよね。で英語ができないから社会で取ろうとか、国語で稼ごうっていう発想になりがちなんですけど、大体その中でも苦手なところって存在するじゃないですか。そうですね、社会で近現代苦手とか、国語で古文が苦手とかって出てきてて、言うて英語稼げるほども点数取れなかったりするんですよね。だから英語避けると大体もっとやばいのを得意にしなきゃいけないことが出てきて、それは大体できなかったりするんですよね。避けないでください。はい、やっぱじゃあ英語はやっておいた方がいいと。いやしかも英語って結局受かってると得点源になってること多い気がするんですよね。うん、そうですよね。はい、やっぱりそうですね。東大とかでもやっぱり英数取ってる人多いですもんね。英語取れなくても受かるってケースって正直試合とかで、じゃあ早稲田とか慶応行ってる人で英語ができない人いるかっていうと、いや3つの中で相対的に苦手ってケースはあっても、それでもマーチとかなら全然突破できる英語力は普通にありますよ。そうです、その通りだと思いますね。はい、やっぱマーチぐらい、マーチってやっぱ基礎レベルですから、はい、そこは突破するレベルになってる人が、はい、まあ、ほとんどですよね、当然ね。逆にマーチまでとか地方国立までなら英語できなくても突出した1科目があれば受かったりするケースはあるかなとは思うんですけど、早慶とか旧帝レベルの大学になってくると英数ができないと割と致命傷になることが非常に多いかなと思います。そうですね、周りでもそうでしたね。やっぱマーチまでだとなんか日本史が超得意だからとかっていうので突破する人はいたけど、早慶だとやっぱそういうのって聞かないですよね、なかなか。それが英語なら突破できるケースはあるんですけどね。英語だけできる人が突破できるケースあるけど、英語ができない人が突破できるケースは非常に少なくなりますよね。イングリッシュチャンネルでした。失礼しました。まああとは結局自信を深めるっていうことがすごく大事かなと思って、今言ったようなことを意識して、あ、自分頑張ればできるじゃんっていう、やればできるじゃなくてやってできたにするってことがすごく大事かなと。おお、それ大事ですね。やればできるじゃなくてやってできたにする。はい、出ました、合格源。いやそうなんですよ。でもこれ本当大事で、やればできる人なんて世の中に腐るほどいるんですよ。でもやんないから結局できないままで終わってる人が大半なんです。そうですね、できる成功体験ですね。そうですね、だからみんなどこ目指したっていいんですよ、難関大なんて。大学受験なんて努力でなんとかなるものだと正直僕は思ってるし、ただこれまでに頑張ってる人とこれまで頑張ってなかった人差っていうのは当然あるから、その差が今の時点に出てる可能性はありますけど、でも努力でひっくり返せる程度のものだと思うんで、
だけど大抵元々やってた人の方がやるんですよ。そうですね。それ間違いないですね。そうですよね。だってその人たちの方が楽なんですもん、あの貯金があるからっていう。なのでやっぱ今から難関大学をちょっと偏差値低い状況を目指すとかって人は当然大変な思いするから、もう受かりたさアピールは努力でしか見れないんで、なるほど、やっていくしかないですよね、はい、エースやりましょう、はいね、がっつり取れるようにやってそこで合格をね勝ち取ってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、ね、今回はいやかなりいいアドバイスをもらえたんじゃないかなと思いますので、はいはい、ぜひ高1、2の人ですね、頑張ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、今回は中村先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。